ナンバーはラジオ君がお送りしています。はいもうまだあのしんちゃんのさっきのね間違えられた話がこの、ね、動きつきでねそうスタジオで続いてもで,でも本当におかしいんですけど本当あれ恥ずかしいですね,<ー>ねいつも見てますよあんたしか見ないといことで絶対見てないってことですよね, <laughs> ね絶対声かけてくれてね嬉しいさ嬉しいさもちろん嬉しくてこのモジモジしてて俺が変なしてるこのあの気持ちが全部返して <laughs> のしつけてからもうお中元とお正月も毎毎週毎回送ってこいってい <laughs> 面白い。あんたしか見たらい、あんた最高。もうあんたが出たらみんな家族呼ぶぐらいっていう行くさ。もうゆくし。<laughs> もう信じない。それからです。僕の人嫌いが始まった。マ <laughs> <laughs> っビぐ見れない。額面通り取れなくなった。<laughs> 褒められてるときっとゆうじさんに間違えられるんじゃないかって。そうそうそう。ゆうじさん。だだだリキアワって言われたらあゆうさんと思われてるとかって。 皆さんも知らないですね僕は。もう今日でも終わっていい今日。<笑>,笑いすぎちゃう。<laughs> もう緊急事態宣言 <laughs> も。もう頑張らんといけないね。笑いすぎちゃった、はいはい、それでは行きましょうか一番最初給食係です皆さんから届いた美味しい情報をこのコーナー紹介していますが、うん、今週もたくさん届いておりますので、はい、行きましょうね。うん、ねえっとまずこちらですペンネーム。うん？ うん、あこれですね当たってますねえっ、ー、とカーチーベイさんからいただきましたありがとうございますカーチーベイさんとカーチープーさんがいるんですよねあそうです,そうですカーチーベイさんです、ねうん、ウルトラメロンパンなくなってないですかしんちゃんああのね今月いっぱいなんですよ販売終了したのかなと思って探してますがますえっ、ー、とねもう俺が出てる c m ユニオンにありますか確実になるほど <S で、e、s a 三 a さんとかもあると思います、うん、はい。もうぜひもう今月いっぱいなんでねもう僕の顔見れるのはもうおお で頑張れよユーリキャーって言ってもらえれば多分出てくると思うヤンヤユージさん言われてないからあんたのパンヤン <laughs> 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 ゆいさんごめんね。この後また生放送なんで、<laughs> ね、ゆいさんたちは。あのうん、ゆいさんが間違えられて、迷惑かけたってことを全然言ってくださいね。僕も, <laughs> も直しますんで、ね。<laughs> はい。ありがとうございます。はい、でも今月いっぱい、うん、いやよかった僕も言おうとも、今月いっぱいの期間限定になってますので、ぜひよろしくお願いします。はい。はい、じゃあ続いて。はい。エコさんですね。ありがとうございます。えー、今年もよろしくお願いします。九州はまだまだなので、2月までは正月気分です。いとまんかな。えー、紹介したいのは、石峰町2丁目にある城東小学校近くにあります、和菓子の お店知念製菓和菓子色彩です和菓子の味が絶品甘さも抑えられ上品で美味しい品数も多いですお世話になった方に持っていったのですがとても喜ばれましたということで、うん、あ聞いたことある<え>私も聞いたことがあるんですけど<の>もう一回教えてもらっていい裏,裏通りじゃないかなえ那覇市石峰の2丁目ですね、うんうん、多分団地とかも近いところだと思う 二丁目しかえー、っとですね「知念知念製菓和菓子色彩」「知念製菓」うんあそっか校門から西原に行くところの右側かな僕最近やっぱ私もそうだそこかなと思ってたとこだ当たってますああ<ー>クリーニング屋とかがあると僕ね最近城北中学校とかでお世話になってて稽古してもらさせてもらって,て通るんですよよよくうん当たってますか えっと、ほらスーパーがあって西原に向かってって右側にあるやつですそうです、はあやっ,、はあ、やっぱ当たってますねそうですそうです<ー>私もそこのお和菓子いただいたことがあるんですけどんすんごい美味しいですよねなかなか僕入ったことなくてああのい,い,いい店多いんだろうな王子とかなんかいろんなこう何かお客様にこうおもてなしの時のお菓子だったりとか買い出しに行ったことがあります、うん、和菓子店ってなかなかか入らんくて小座の あの山内給与<ー>高校の近くのところよく行かされるんだけどしょっちゅうあどう忘れすんなチーズまんじゅうとか買わせて美味しいですよね、うん、チーズまんじゅう名前何だった何だっけしょっちゅう行ってスタンプもなんか分からんけど持ってるんだけど <laughs> <laughs> マジで <laughs> しょっちゅうかわされる。チーズまんじゅうが絶品。わかりますよ。休<ら>養高校の。休養高校のところ。はい,はいはいはい。休、うん、養高校のところね。はい、わ<ー>かります。ごめんなさい。ちょっと名前で忘れして,て。えじゃあ続いてこちら行きましょう。ペンネーム、ヒいジャんさんからいただきました。ありがとうございます。はい、えー、こんにちは。ミーカさん、シンちゃんさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ヒいジャです。早速ですが、給食係、ミやラそば僕が今回おすすめするのは、一杯そば 種類あるんでどれもこれも美味しそうなんですが、僕が選んだのは野菜そばショーです。バイパスの通りかな。ミヤラそば、多分そうでしょうね。裏添えのですよね。うん、ねはい。うん、お店に入るといらっしゃいませと明るい声が入り口には手ポンプ式があり手につけて検温するのがありました。ちゃんとしっかりされていますね。えー、食券があり買って野菜そばショー。僕はテイクアウトをお願いしたらお店の雰囲気もいいです。僕はミヤラそばをナンブアワーに紹介したいと思い店員さんに <laughs> あのー、そばをラジオで紹介してもいいんですけど。 って勇気を出して聞いてみると店員さんは「ちょっと待ちください」と言い待ってましたそしたら店員さんと店長さんらしき方が出てきて「僕はラジオ沖縄の南部アワーの玉城美香さん津波真一さんがしゃべってるので給食係のコーナーがあるので採用されたら紹介されますが紹介してもいいですかって言ったら「はいと」と美香さんしんちゃんさんちゃんと了解を取りましたよ店長さんそして店員さん優しそうでした さて待っていたら出来上がり、優しそうな店員さんがどうぞと言われ、受け取りました。そしたら店員さんが、ラジオは何曜日にやるんですかと聞かれ、僕は、うーんと、日曜日に放送します。その後の番組も聞いてくださいね。ラジオ機な聞いてくださいね。と言ったら店員さんメモしておりました。ありがとうございます。と明るい声でね。その後家に帰りました。早速いただきます。夢中になって食べました。野菜不足もこれで解消美味しいです。またテイクアウトしたいなって思いました。僕が食べたのは、野菜そば小550円です。場所ですが、 丸磯インターチェンジも超えバークレーに行くようにして右手ですだから真ん中に中央分離帯があるからねそうだータンとかもう一回上のっていうスタンドからで道沿いには看板がありますのですぐ分かると思いますよということでヒージャーさんからいただきましたありがとうございます宮原そばここですねいやもう有名ですね今多分テレビ CM 流れてないかな骨汁とかも上り回ってですね僕まだ一度も行ったことないですけど行きたいなと思って。私ね実は以前そばのの CS とかで県外の方々とかに見れる沖縄の旅番組をやってて今やってそれの特集でそば特集っていうの、ね、こう毎月毎月やってたんですよ。そこで宮原そばさんにも食べに行ったんですが女性の店主さんが出てこられて<ー>女,女性かまあ店員さんかな。あれ、うん、ですお,お野菜ののサラダの サラダバーとかも置いてあったんですよ以前はねだけど今はちょっとなかなか今行けてないではあるんですけどもう1店舗あると思いますなはりもホテルの中にねえだからいろいろと皆さんにこういうふうにして楽しんでもらいながら食事もねいろいろ工夫してらっしゃる美味しいしまたね汁食べてみたいなはいもこの人ラジオネーム「ヒージャー」さんヒージャーさんはいアポイントヒージャーペンネームねもうラジオネーム「アポイントヒージャー」です OK です 本当丁寧よね。丁寧、ご丁寧ですよね。呼ばれた店主とか、い、最初しかまずい、ちょっとお客さんが呼んでますけど。びっくりするよね。なるよね。ラジオ、井出、津波真一さんと、みたいな感じの。アポイントヒュさん。はい、あの、三原そばさん、紹介されてますよ。はい、ありがとうございます。亀仙人さん来てますね。三川さん、しんちゃんさん、デージな町長、ご無沙汰の給食が、係への報告にない便道。実よう先日、森和子さんを見ての帰り際、え、わわ。 茶店のわわのかおりさんに会いに行きたくなり画像にあるように「今年は COVID-19 に勝つためにカツ丼を食べた」とさ「またよヘルメット式フェイスガードをつけて食べるとよりカツ丼だからね第一番の博士役よ茶屋がアンシェマタやお二人様はハハハ,ハ」ということでおいしそうだなカツ丼いやーすんごいボリュームもあるし出た <laughs> 何あ 要する亀仙人さんヘルメットにみんなのサインをしたやつですねちゃんとこれヘルメットにつけるフェイスシールドをやってるんだよすごいよねこれつけたままカツ丼食べてるこれこれ一回外してよかったんじゃないのって思うんだけどね。 何くっつけててるののいいいいううぐらす、はい、すごごねありがとうございますじゃあ続いてこちら、えーと「今年もユタサルグとウニゲーサビラ」「ガドビ女尊から中ガナビラ」「お前さらさらちらすむちの谷すぐるうぴょんぴょんやいびん」。<laughs> <laughs> 今年も、しんちゃんの居合抜きの連続技のようなトークと、ミーカーの鈴を転がすような可愛い笑い声に癒されております、ニフェイデイビル。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回突然思い立って、以前地元の知人に勧められた沖縄市小屋にある、ヤギと蕎麦太陽。 に伺おうと思ったけど、なんせ女村からなので、自転車だと沖縄の偉大さを体験しながらの移動なので、車の3倍かかるわけさ。だからちょっとあんまさいかなと思って検索したら見つけたのよ。自転車で1時間40分の距離にあるうるま市の太陽さん。行きましたがな。心弾ませながら、地元では、 ステーキで有名らしく、ヤギを食べてたのはワンビー系メニューも豊富で、今回はヤギ汁に蕎麦を入れたヤギ汁、それとヤギのチー入り茶。ヤギそばは期待を裏切らない美味しさだったけど、ミーカー、チー入り茶食べたことある基本、豚の血を使った料理と聞いていたんだけど、さすがヤギ専門店。美味しいのよ、これが。フランスだと、ブーダンノワールとか、韓国だと、スンデっていう血を使った料理があるんだけど、まあ、チー入り茶の敵ではないね。カレーライスのルーにも見えるんだけど、奥深い。 今い味わいに感動しました甘さがベースでフーチバーとニンニクと混ぜてご飯と一緒にいただきましたからねしん,ちゃんしんちゃんどれぐらいの頻度でヒーザー汁召し上がりますということで、えー、谷すぐるうぴょんぴょんさんからいただきましたいや本当に僕一年に一回か二回じゃないですかねあ、え、こんなもの,ああの食べる時はまあ食べますけど最近本当にもう出なくなったんであ、まあま<あ>そうなんですよ、ね、はい、ね、誘われたりとかねん飲んだ後にちょっと行くかって言われたら時々いいかなと思ったんですなかなか行かなく だかお祝いとかほらんかそういうのも呼ばれないしでなくなったりとかねなったしね今そういうのも簡素化してきてる弁当みたいになってたりとかしたりとかテイクアウトで持ち帰るってもうヤギ太陽さんヤギと太陽有名ですよねひろくんがやってるそうなんだうるまん方面でも多分 ばいばいはしてると思います。あそうなんですね。うんお、ありがとうございます。はい,はい。ええー、フォレストオールさんですね。緊急事態宣言出ちゃいましたね。はい、体育館が使えなくなるから、フットサルできないかな。うるま市庄屋のドンキホーテ近くでお仕事をした帰り、三郷のビッグワンのお隣に。西表島ヤギ汁の看板を発見。へえ。西表ヤギ汁。西表島さん。西表のヤギってことでしょう。 えーえー、冷凍のヤギ汁1宮0 0円とイノシシ汁1,000円を購入イノシシ汁かうんヤギ汁とイノシシってう、うん、自宅で鍋であちらして沸騰させるとグッドゴーストメールえー、良いヤギ汁かじゃって書いてますねお肉はほろほろで眉れんにご飯を少し乗せて汁をすくって汁じきにしてまたまた繭。<laughs> イノシシジら、また今度報告しますね<ー>。なるほどね。本当に根性はあるでしょヒージャー上空ですよね。うん、あ、あヒージャー上空の、だから、フォレストオールさんは、多分、ウルマ市のヤギとそば対応は、よく知ってるか。でも、知ってるでしょうね。ああ。う すごいね。伊豆毛呂島さん、本当だ。伊豆毛呂島さんヤギ汁って書いてある。<ー>うん、都のヤギがいいとかなんか溶かしきがいいとかいろんな話あるもんな。しんちゃんはほら伊豆毛呂島で祭りのイベントでね、はい、MC で行ってた。池田清六くんのね。うん、僕イノシシが良かった。シシそうそうイノシシ汁食べイノシシ食べたって言ったじゃないですか。シシすごい美味しいんですよね。しいし焼いたあの焼焼肉、うん、イノシシの美味し脂がすごいな。 だってもう太っていいと思うんだもんだってこの島から出れないんだのに俺どれだけ太ってもいい本当に「痛風新一です」ってなるもすぐ痛風になってもいいって痛風になるわけじゃないけどねやっぱりこの日のためにやっぱり取ってて冷凍しててくれてるね島の人たちの気持ちも一緒に味わいますからねいのしし年だけどよャカみよあっそうでもいのくらやっぱ売れますねやっぱこの外から何百メートル来るわけでしょなかなかこう地元の食べれんからそういうう ねアダンアダンの多分その解解禁というか量解禁してい シーズンとかもあるでしょそうその間にとってたのをちゃんと冷凍しててこれ祭りようにっていうことですよね,うんねはい、うん、じゃあ続いてシャバドゥーンさんですえー、魅力的な汁物を紹介する企画「シャバドゥーンの汁る人ぞ汁物もの」27回目のお店ですが宜野湾市のお店エイト食堂の骨汁を紹介したいと思います今回の骨汁は骨と豆腐と大根とそれから何かのナッパがどさっと入っていてひじきと漬物とご飯がついて650円でした美味しかったですごちそうさまでした 場所ですがギノワン市の左側です <laughs> まあから見てよどっから見てよ <laughs> パーマ屋の隣 <laughs> ギノワンユイマルシェの中ですということで <laughs> 海側西海岸ってことねはい。どっから南側オネジル見てアッキーサーミーこれ爆点ですね にナッパが入ってるって珍しくない初めて見ましたね。あのレタスみたいなのはちょ見たことありますけど、このこう何て言うだろうコマツっぽい感じのそう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 これは。青青い葉っぱですよ。青菜が入ってるんですよ。いや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 いいですね。骨汁って食べづらいじゃないですか。はい。やっぱ少々。うん。あんまり私注文したことないんですよ。そうだろう。な女性はスープランでけんからなってもねベタベタするしね。うん。あれ一人でだったら大丈夫？ 何か。別に見て、見られてなかったら、全然食べてもいい。食べますけど、僕はでも、なんか行く時って食堂って、みんなと一緒に行くじゃない。取材メンバーとかで行ったりとか、家族で行ったり。だから、なんか自分一人だけ、こんな時間かけて食べていいのかな。あんま注文しきれなくて。だから、一人で行けるんだったら、行きたい。いって、骨汁食べ。て骨汁、美味しいところは、もうそばも美味しかったしますからね。やっぱ出しとてますからね。見て、も、お子様ランチがしんちゃん500円なんですよ。優しい。ね、こういう食券機のさ、見るのでも。 ほしいね。どこだったっけ、食券ッケン系、百円割引券100っって、百円ずつ。そうそうそう、あった、あった、あった。<ち> <laughs> あれ、チャパンじゃなかった。名護市か。分からん。え、なんかあったよね、町田川にあったっやつでしょ。百円、死ぬくらい笑う。百円割引券を百円で売ってるやつね。一緒だよな。<laughs> なんと300円割引券も新登場って300円です最高だ <laughs> 最高 <laughs> えまゆいのしさん大丈夫、はい、ゆきはい,い大丈夫、はい、全然時間大丈夫ねえ新、ー、ちゃんみんかお久しぶり給食係でお願いします。し最近カデナ町カデナにオープンした弁当屋さん、うん、名前すごいよベントゥースえー、こうっていう名前で <laughs> ベントゥースえー、今回食べたのは400円のチャケンテリ焼き弁当を買って でいしししくいたた。だきましたしかも、弁当の2は付き、分ははおお茶茶かスープが選べて、俺はお茶をもらいました。えー、でも弁当400円、500円にしかお茶かスープ、弁当400円か500円にかスープがついてきます。写メ送ります。他にも300円弁当、ハヤシライス、カレーライス、おにぎりなどがありますよ。ぜひ、弁当屋さん、ベントゥースで弁当を買ってみてはいかがでしょうか。場所は、読谷村からカーデナルオータに向けて、ロータリー信号か左に曲がって、沖縄市に行く道のまっすぐ、左側に弁当屋さんあります。 隣は JA 沖縄カデナ視点があるからすぐわかりますよということです営業、はいえー、日月曜日から金曜日までですね時間までファイトファイトと書いてますねわベントゥースボリューム満点だねえなんかイメージとしてさ私さだからほら、うん、トゥースはカスガでしょ、うん、だから絶対ボリューミーななんかこうがっつり系かなと思ったそのまんまな感じがしますそのまんまですね,ですねそのま,ま0オ音スとかのなんかびっくりだな後ろが紫のベストとか付いてたらいらんな

ジャンパーぬやがアウターアンディジャンパーなアウターアンディじゃんぬやがパンツっていうのもまだ時々恥ずかしくなパンツズボンねズボンはもうパンツねパンツだとあのインナーのパンツですよで外のパンツはなんていうのパンツわからんじゃパンツのパンツの中にパンツ履いてるってパンツの中にパンツを履く

なまってるってなは、うん、佐々木の人なまってるい <laughs> ったもな <laughs> ミートゥードじゃ続いてウマゴンさんいきましょう、えー、久しぶりにパヨーの前をお昼時間に通過したのでパヨーで天ぷら定食をいただきました先に会計を済ませて席につきセルフの水を汲んでいる席に汲んで席に戻るともう出来上がってきましたやそういうの ちくわや魚の天ぷらにお刺身がついていて <laughs> ごめんごめん、えー、く水汲みに行ったらもうできない <laughs> ちくわや魚の天ぷらにお刺身がついてわさびを刺身にのせ醤油の香りをつけていただいた後わさびを醤油に溶いて天ぷらにかけていただきましたええお味噌汁はもちろん魚汁ですパヤオの天ぷら定食900円おいしゅうございました場所の説明は問題なしですね、うん、あと南部アワーのポッドキャストは大変重要だから、うん、ゆうきにこれからも続けてくださいお願いします座、えー、長西町の野菜サムレジオ級プロ以上ですということでうまゴンさんですゆうきも忙しいんですよねでもう、えー、まあ ありがとうすいませんやっぱさん早いんですよやっぱすごいそれだけ回転してるっていうことでそうですね天ぷらこないだ私ったしちょっと行った時にもうしーに大きくてしーにああもうとに美味しかったああもうあの帰りにちょっとしんちゃんでしょって言っから「はい」ちょっとサービスしときましたって言われて嬉し嬉しうれしいさ CM でも俺が「違います」って言ったら「じゃ抜こうね」って言われて「<laughs> <laughs> しんちゃんじゃないじゃ抜こうね」一瞬思でもう嬉しいなに まあ誰にでも新聞してると思うんですけど、うんうん、あやお素晴らしいですね、うん。そうそうそう。なんかワクワクするななんはいえっ、ー、とぜひ皆さんこれチューブにありますのでね、はい、<あ>合わせて行コーナーはい、うん、ぜひじゃ美味しいの探しに出かけてください、はい、ということで今日紹介されたお店で参考に皆さんお昼で召し上がってくださいね。うん、はい以上給食係のコーナーでした。では続いてこちらのコーナーです。はい へクロこのコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りします、はい、さあこの時間はですね、うん、皆さんから携帯にまつわるメッセージエピソードを頂い,いております、はいまあ、ガラケーユーザースマホユーザーそれぞれの、ね、皆さんのこういうエピソードね、うん、特にテーマとかありませんフリーでお寄せください。ね、はいこちらいきましょう、うん アイスコーさんからいただきました。アイスコー。はい。うん、コーヒーでもないですよ。アイスコー。アイスコー。はい。そこでも終わってるんだね <laughs> しんちゃんみかこんにちは。こんにちは。ちは久しぶりの投稿のアイスコーです。 アイスコーはいこの間新聞見ましたよしんちゃんとミーカーが a u ペイでお得に還元ってやつありがとうございますありがとうございます、はい、俺 a u ペイやってるんだけどこのキャンペーン知らなくて前の日に7000円分ぐらい金ひで買い物してたわけよしかも au のクレジットで支払いしてたわけよわかるわかるなんか悔しい感じのもう惜しいでしょ今度買い物行く時はちゃんと a u ペイで買い物するさ教えてくれてありがとうということでアイスコー さんからい,ただきましたいくつかこう払い方持ってる人がいるんだけどある人はもう一つにまとめてるって言ってたからもうまとめてたペイでまとめてたが、まあ、キャッシュカードもそうかもしれんけど<ー>まあこれをもう、うん。 今年は貯めるとかっ,て決めてとかっていうペンにすればいいんじゃない今年一度<ー>ねあっちにちょこっと貯まってこっちにちょこっと貯まってより一つ集中でいろいろキャンペーンもよく定期的にね、うん、やってたりとかするから、うん、なるほどねん,なんかそういう人もいててまあ俺はあんまり何言ってるか分からなかったけど何言ってるか分からんかったけどああ <laughs> そうだそうだねああだなって言うけど。<laughs> っていう私はだから前話しましたその aupay でお年玉ちょうだいって言われたそう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 やったんでしょ aupay でやりましたお年玉だからさ時代だねって思うよお年玉袋にメッセージとかもそうそう書いてたんでしょ頑張ってねとかねそうそういつもねこれを書いてたりとかってあるんだけどもういらないってうん いろんな理由、資源もさ、やっぱ紙とかも使わない分地球に優しいさとか、いろいろ言われるんだろうな。<laughs> おお、これ難儀でしょ書くのも。書くのも難儀でしょで,で、ポチ袋も買わないといけないし、これも。 まあこれをうまく活用できたら確かにねポイントも貯められるしね、うん、そうなってくるんでしょうね,ねこういうの上手にならんといけない、うん、賢くならきゃいけない上手な人上手でしょ、うん、藤田智子さんとか絶対上手だよねあのなもうカード使ったりポイントためる人な <laughs> 確かに勇気もこの辺好きよね。あ上手そう「わだる世間ポイントばかり」っていう番組、ね、<laughs> もったいない今今今4ポイントだねうちバスケも3ポイントしか入れないよ <laughs>

そう,もうもどこからでもシュート置くんですマンツーマンで使うんといけないな、うん ずっとな。嫌だな。好きな選手って今すしんちゃ。いやもういないですね。もいいや、昔は。昔冗談とか。や冗談な。僕たちあの、もう靴が欲しくて、外からずっと眺めてるみたいな。誰が取るかみたいな。何が誰が取るかや。何ポイントの話から。ごめんね、でもね、ため上手はいいですよね。そうですよ、ちゃんと上手にね、ためていかないといけない、このご時世だから、余計に。はい、どうもありがとうございます。アイスコーさん、まあ、いろいろとね、こう、また au ペイ使ってみての、こう。 な感想ですとかねそういうのがあったらぜひお寄せいただけたらと思います、うん、さあこのコーナー機種編ロックンロールは皆さんからまあいろいろ携帯にまつわるエピソードを募集しています、はい、スマホユーザーガラケユーザーの皆さんそれぞれねこうこだわりがあったりとかすると思いますおすすめのアプリとかの紹介でもいいですよぜひお待ちしておりますねなおスタジオの様子は YouTube で見れますので機種編ロックンロールで検索をしてぜひご覧になってみてください以上沖縄セルラープレゼンツ機種編このコーナーは地元に全力。 Au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしましたさあそれではラストのコーナーいきましょう、はい、ケ係です、ねはい、あなたの街のあれこれイベント情報など紹介していますが、うん、さあしんちゃんお芝居は 2>,、はい、?2 月13と14今の時点では緊急事態出たんですけれども、まあ、ちょっとごめんなさい収録なんでねタイムラグがあるんですが、えー、やる予定ではありますがちょっと,と随時最新情報はホームページで人類館で。 プロジェクトでチェックししててみくださいいお願ますこういう時にやっぱり影響を受けるのは飲食もそうだし観光業もそうだけどエンターテインメントもやっぱり影響が大きいから劇場そして劇場のスタッフさんもさせっかく何回か稽古付き合ってもらって照明とか作るってやってるのにもうねだからさいろいろほらね保証の問題とかでいろいろあるさ時短営業とかねそうあるけどエンターテインメントの保証も なんでここまでないんだろうとか,かあでもなんかそういう話も出てたりするけどね、うん、難しいですね,ね、えー、じゃあ続いてこちら行きましょうねメッセージいくよこの方は北の国からいただいてます寒中未い申し上げます北の国からです<ー>マイナス5度と真冬続きの札幌ですが室内は20度と暖かく過ごしていますもしかしたら沖縄の室内が寒いのかな、うん はい、い北国は雪にも負けず雪遊,を楽しむ雪遊びを楽しむ子どもたちがいっぱいです札幌ドームの子ども広場で大人の私もちょっと遊んでみました新切の上に字を書いてみましたよ見,まし、えー、見づらいかなお二人の笑いのおかげで寒さに負けずこの冬を乗り切ることができると思います、えー、私は人のもののしんちゃんでも大好きですよということで <laughs>、えー、北海道から届いてりますありがとうございますはい <laughs>、はい、これですよ雪の中で遊ぶ子どもたちですが地面 <笑><笑>雪にダバンってダイブしたね。ダイブしたね。えー、これ形ですね。丸丸と形が浮かび上がっております。そしてあ新設の上に南部アワー書いてくれてます。あ,<ー>ありがとうございます。溶けていくんだね。でもね溶けないか。いやーまだまだじゃないですか。い,ね、いや今年は雪が本当に多いっていうさ。ええー。雪降しの作業とかね,ねちょっとね。もう気をつけてくださいね。はい。 さあ、えー、続いて、フォレストオールさんですね。はい、去年の年末、うん、長らく放置していた黒の革靴を履いたら、えー、靴底が壊れました。よくあるね。あの、離れるのがね。うん、黒のスーツを着る用事があったので、急いで靴、量販店へ行って物色しました。靴の素材って牛革、豚革、オーストリッチ、ワニ革とかあるけど見つけちゃいました。ヤギ革。すぐに試し履きして、もちろん買いまして。<laughs>

前しか行けない、めいめーだね。毎日 <laughs> しか行けない靴です、ね。すご <laughs> いな。ね、あのさ、この間、はい、とある方に私相談を受けたんですよ。はい、なんですか。レザーのジャケットが欲しいと。はいはいはい、あれも洗濯するとか大変だよね。で、管理がね、ちょっと大変ですけど、うん、この牛革とか、はい、いろいろ革の。 僕羊の持ってましたけど、大変でした。大変でしたね、うんカビ。あ、大丈夫と思ってたら、もう開けたらカビがあった。同じこと言いました。外人住宅の時。もうだからね、らこの梅雨の時期とかで、ね、も、ずっとね、はい、除湿しているとかね。そうなんですよ。うん、そうしないといけないんですよ。だから。ね<え>う俺、某某外国で買ったの。をちゃんと測って買ったのに、したら、おき、戻ってきた、身長伸びてた、俺が。デイジ、ー七分のが送られてきて、どうしようもないっていうズボンを持ってた。<laughs> 川ののですかなんか,ですか川の牛川の、えー、適当に測ってるわけですちゃんと測ったんだよ、うん、もう俺はもう自分が身長伸びたとしかもう, <laughs> もうそれ正直落としどころかなんか <laughs> 七分でもない,い七分と八分のみたいな,なんか <laughs> 何ねこれちょっとすん足らずな感じで。<laughs> まあ <laughs> うん、じゃあ続いてこちら行きましょうえ紅、ー、芋ムーチが大好きな角刈りのワンライをムーチいくつ食べましたかさて久しぶりに刑事係お願いします習字教室のガラスって練習とかいろんな書き初めとか貼り貼られてるさね写真見てみてということで見てください、うん、いろいろね日本とか春とかね令和とか卒業挑戦があるんですけれどもその中に焼肉がありました <laughs> いいよ好きな感じに文字かけて言われたんだろうねうん、うん、焼肉代価 子供らしからのチョイスとおかしなものを発見しましたしんちゃんだったら軍用地って書く <laughs> か,かもしれないね,ね、はい、ミイカーなら食べ放題ワンは家賃収入生活家や <laughs> ということでベニーもさんからいただきました T シャツになりそうだよねこういうの、ね、ありがとうございます、えー、この間だ挑戦っていう字うちの娘も漢字で書いて張り紙を貼られてたんですも、ね、そう挑そ戦ねこれいいなーって、うん、う子供たちの字見るの私も習字教室の前通るの好き綺麗な人は綺麗だよね <laughs> <laughs> だ,んだ,んだんだん上手になっていく過程でそうですよ過程ですかね、はい、以上だそうです、はい、もうメッセージいっぱい紹介しました、はい、ごめんなさい読めなかった方はまた来週紹介したいと思いますい以上刑事係のコーナーでした